本当にいろんなことを手がけてて、ちゃんと収益が上がるものが幅広にあるので、うんうん、どう考えてもなんか他の業種の感じですよね。僕ね、実体験として石田さんめちゃくちゃ助かったのが、僕シンガポールのビザで実は更新できなさそうになったんですよ。今年の9月でちょうど2年目の更新があって、うんうんね、まあ、コロナでこっちだってあのピラティス、これそのピラティスできないし、あの入国も全然できなかったから、そしたらこっちの、まあ、ビザを管轄している役所からですね、更新できねえぞみたいな感じになって、うん、ですごくいいエージェントについていただいてたんですけど、2回くらいに、まあ、リジェクトというか跳ね返されて、あれはね、戦闘機が飛行機あまりと思うんですよ。ちょうど聞こえますか、そうそう、それで岸田さんにその前に会った時に、そのビザとか事業周りでも困ったことがあったらぜひ相談してって言われて、そういえばと岸田さんに相談したんですよ。そしたら岸田さんが、あ、なるほど、ここがこうだねっていうふうに教えてくれて、間にも入っていただいて、結果ビザ更新できたんですよ。マジでありがとうございます。だから僕にとってかなり恩人なんですよね。二度リジェクトされてヘルプミーって電話かかってきたんだって、どうしたのかな、落ちるはずないのにと思って、そう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 、もうね、あの、そうそう、僕すごいヒヤヒヤしてるのに、そのまだ結果出てないんで、あ、これ大丈夫ですか、大丈夫、事業計画書も一応作ったし、あ、そう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 、そう、ね、クラブビーですね、シンガポールの事業計画書作ってくれたんですよ。いやもうね、あのコスト構造まで全部理解しちゃってよ。でもみんななんか今プライベートバンクで働いてる人はファミリーオフィスで働きたいんじゃないですか、うん、そういう人もいると思うんですよね、うん、ノルマ抱えて、あ、ノルマあるんだ、プライベートバンクはあるから、うちはないのかな、ノルマあったらそれはね、うん、でも自社商品多いでしょ、まあ、僕らのところは運用以外にね、信託とか、ビザ回りとか、まあ、会社設立をしてあげたり、プレ IPO の準備、あ、そうそうそう、ね、資本政策までやってますから、うん、本当にいろんなことを手がけてて、うん、まあ忙しいですけどね、社長忙しいですか、はい、でも運用だけやってるプライベートバンクに比べたらやっぱり、うん、まあぶっちゃけ、ね、ちゃんと収益が上がるものが非常に幅広にあるので、うん、そんなにアクセスしなくても、あ、そっか、だから運用だけでフィー取らなくてもいいから、そうなんですよ、まあ、確かにそうっすよね、そう、信託作って事業承継をきちっとやってあげたら、まあ、M&M やるってことですよね、そうですね、やりましたっけ、 M&M はちょっとだけね、あ、たくさんやった、プロじゃないので、あの小黒さんみたいなプロと組まないとちょっとできない、僕は演者ですから、知識があるYouTuber ですから。トラスト、うん、相続とかそういうのもやってるでしょ、トラストすごいやってます、ね、すごいやってる、すごいやってる、何歳ぐらいから考えるべきなのか、うん、多いっすか、あ、多いっていう意味だと、うんうん、まあ早い人だと40代前半、うんうん、金数になったら40後半から50乗ったぐらいからぐーっと増えます、そういう相談、あ、そうなんだ、まあ、引退とか、うん、あとやっぱり事業承継を、うん、息子が大学卒業したとかね、高校卒業して社会出たとか、そんなタイミングとか、あとやっぱ30代40代の時は無理しても体が全然平気じゃないですか、そう、ちょっとガタきてますけど、うん、無理しても平気じゃなくなってきますね、うん、だんだん無理しても平気じゃなくなってくるのを自分で感じるんだよね、50代だと、僕今も感じるけどな、アキレス切ったし、アキレス切ったし、はい、痩せないし、うん、脂肪吸引もしたし、そういう時に、うん、まだ元気なんだけど、うん、あ、ちょっとぼちぼち準備しようかな、元気なやつね、うん、がきっかけの人もいるし、あとね、僕結構言うのは若い人でも、うん、その日本にいながら海外で運用してる人っていっぱいいると思うんだよね、あ、そうなんですか、うん、うん、例えば香港で運用してますとか、シンガポールで運用してますとか、個人名義圧倒的なんですよ、うん、楽だ、うんうん、で中には法人名義の人もいたり、いる、たまにいる、たまにいるでしょ、うん、で信託作って信託名義、トラスト名義の人もいるし、うんうんうん、その辺もやってるんですか、サービスとして、すごいやってるんですよ、信託ね、あと中には
若干ねちょっとプロっぽくなる人は、うん、自分のファンドこしらえて、あ、はい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 、ファンドの器の中で運用してるベンチャー特集、うん、なんか僕その事業の一線から外れたらやりたいですよ、うん、ファンド作って。そうなんですよ、うん、でよくあるのが会社作って、うん、でその会社で種類株発行して、はい、優先株発行して、はいはいはい、投資家には優先株持ってもらって、はいはいはい、資金の方を集めながら、うん、自分のお金も入れてベンチャー投資してますと、うん、いう人はもういっぱいいるんですけど、うん、これどうしてこうやるかって、うん、何かって言うと、キャピタル減税ゼロ、うん、法人税みたいな課税はないし、だからこれを作ると、はい、税金を払わずにずっと福利で運用できたりできる。金融世界はどんどんアップデートされてるんですよね。そうなんです。まあ、なんか全然プライベートバンクもいいと思うんですけど、うん、どう考えてもなんかファミリーオフィスの方がいいっすと思いますけどね、うん、運用以外にもね、うん、だって僕らのお客さんって大体島袋さんみたいな事業家だから、はいはいはい、事業家って運用のニーズあるけど、うん、もっとニーズあるのは事業じゃない。そう、僕こっちは事業とか、ね、僕ら事業のお手伝いできないんですよ、うん、事業は島袋さんみたいな経営者がやるんだけど、うん、まあ、とりあえず島袋来るときに事業相談するときは多分志田さん連絡した方がいいっすね。これマジ本当に僕も実際そうだ、紹介してもらってマジで志田さんちょっといろいろ教えてくださいっていう感じなんで、うん、久しぶりに日本、はい、ね、2ヶ月年末年始帰るから。あ、そうだ、帰るんですよね。そう、楽しみですね。お客さんにまたお会いできるし、あんまね収集義務があるから教えてくれないですけど、日本で相当でかい人の運用とかやられてますよこっそりこっそりね、はい。まあ、だからそういうね、なんか事業周りのサポートとかもしてくれるんで、これなんか全部のこの回では言えないと思うから、なんかちょいちょいね、そのファミリーオフィスについて僕もすごく興味あるから、志田さんにいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、ぜひぜひ。だから志田さん基本的にでも誰でもっていうわけじゃないんですよね。まあ当たり前ですけど、金持ってちゃんと運用してくれる財力がある人だったらウェルカムだけどって感じだと思うんですけど。そうですね、はい、どうやって連絡取ればいいんですか。まあ、島袋さんに連絡してもらうな、はい、あ、僕はおつなぎしますし、一応ツイッター始めるっぽいんで、はい、もし始めてたら概要欄貼っていいと思います、はい、始めてなかったら貼ってないと思うんで、はい、はい、という感じですね、はい、ファミリーオフィスの、今日は志田さんに来ていただきました、はい、ではまたレモンドバンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。M&A 実務完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。